私神奈川の高校に通っていた時に中川真知子さんっていう友達がいたんですけど、彼女なんかすごい怖い体験しちゃったらしいんです。でも彼女その時のショックで今でも入退院繰り返しちゃってるんです。それ国語の授業の時に起こったことなんです。別れ時についのことぞと思えども、遅れ先立つほどぞ悲しき。これの意味は、死に別れてゆく道、死別の悲しさを歌っておるわけです。退屈。誰？どうしたの坊や、泣かないで。ほら泣かないで。眠れ。ほら泣きやめなさい。泣くんじゃないの。ダメよ、叩いたりしないで。かわいそうよ、やめて。気がついた？どうしちゃったの一体？保健室。そうよ、まだ寝てていいのよ。こんなものどうして持ってきてるの学校に。あれ、首のとこ赤くなってるじゃないの。誰かと喧嘩でもしたの？見せてごらんなさい。